はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はデッドバイデイライトの次の新チャプターオールキルで実装される新キラートリックスターと新サバイバーリ・ユンジンの調整内容が公式から情報出たので、そちらについてお話ししていきたいと思います。で、新キラートリックスター、僕テストサーバーで実際にプレイしてみたんですけど、まあリスナーさんの中にもね、実際にテストサーバーでプレイしたよって方とか、まあ動画で見たよって方はやっぱり多いと思うんですけど、正直、まあ皆さん、まあ僕もですけど、まあ評価は良くないと思うんですよ。あんま強くない、まあ、ビジュアルとかも独特、まあそれは全然いいんだけど、強さがねあんまりってな感じで、強化は絶対入るだろうなとは思ったんですけど、案の定強化は入ります。ただちょっと今回この強化内容、公式から出てる情報の強化内容を見るとえって感じなので、まあ、ちょっととりあえず一緒に見ていきましょう。殺人鬼トリックスター正式実装時、何が変わるかというと、まずメインイベントがいろいろ変わります。メインイベントっていうのはトリックスターの特殊能力の一つで、投げナイフを生存者に当て続けるとメーターが溜まってって、マックスまで溜まると発動で、まあ能力を底上げしてくれるみたいな感じの能力なんですけど、そのメインイベント、今度から発動すると自動でナイフを投げ続けるように変更されます。今まではメインイベント発動しても自分でボタンを押さなかったらナイフ投げなかったんだけど、今度からオートで連射するようになります。で、今後は、途中で中断できるように変更されるそうです。メインイベント発動で切れるまでその状態ずっと発動したままだったんだけど、今度から途中でメインイベントやめたってできるようになるそうです。で、さらにメインイベント発動中、ナイフの所持数が減らないように変更されます。以前は一応無限だったんだけど、例えば20本ナイフ持ってた場合、20本投げ切った後の0本の状態でも投げまくれるって感じだったんだけど、調整後は20本持ってる状態でメインイベントが発動したら、その20から19、18、17って減らずに、ずっと20本の状態でボン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 って投げまくれるようになるっていう変更が入るそうです。で、さらにクールダウン中であることが分かりやすいように変更されます。あ、メインイベント今クールダウン中なんだみたいな分かるようになると。で、メインイベントの調整に関しては以上です。で、アドオンのトリック用刃物っていうのが効果変わります。これ僕動画に出してるんですけど、まあ、知らない方はちょっとぜひ見てほしいんですが、これ、壁とか床とか、まあ、要は障害物に当たると一回反射するんですよ。で、これ結構強いアドオンだったんですけど、これの反射する回数を2回に変更します。1回反射してからもう1回何かにぶつかった場合、さらに反射するようになります。その代わり、追加ダメージを削除で BP獲得ボーナス追加みたいな、まあ、ちょっといろいろ調整があります。はい、で、生存者のアイコン上の裂傷メーターを分かりやすく変更。で、問題を複数修正。以上です。はい、なんか基本性能部分とかは、多分、テコ入れなしかなと。これ、フォーラムに、その、情報が書いてあるところに公式が主なものをご紹介って書いて、その一文が怖いんですけど、まあさすがにこれだけじゃないだろうって気はするんですけど、これが主なものらしいのであんまり強化は期待できないかもしれません、もしかしたら。はい、で、固有パークの調整について、殺人鬼トリックスターのスターに憧れてという固有パークに調整が入ります。これは生存者、ダウンしてる生存者を持ち上げると、脅威範囲内にいる生存者が無防備状態になるっていうやつだったんですけど、調整後は脅威範囲内の他の生存者は常に無防備効果を受けるように変更と。要は持ち上げた時に持ち上げられてる人以外、自分の使用範囲内にいるやつら全員常に無防備効果を受けるようになると。で、無防備効果は対象が殺人鬼の脅威範囲外に出るか、で殺人鬼が持ち上げてる生存者をフックに吊るすか落とすかした後30秒間持続で、発動中は生存者を持ち上げてる生存者の脅威範囲に再び入るとタイマーがリセットされます。で、クールダウンを90秒から60秒に変更ということで、これだいぶ強化かなと思います。だからもうスターに憧れて思ってる、キラーに対して、吊るされそうな生存者の肉壁に入るのは非常に困難になるかなと。で、興奮とか狂気の根性とかつけたら
結構えぐいことになるんじゃないかなと思います。でもう一つの固有パーク、袋小路、こちらも評価あります。これは生存者を吊るすとトークンが溜まって、ゲート通電後ゲートのレバーを最大で40秒間ブロックするっていう効果だったんですけど、これトークンが0でも10秒の効果を得るように変更し、さらに1トークンごとの、加算される時間を10秒から8秒に変更と、まあ、秒数は2秒減ってますけど、最初から10秒プラス4トークンかける8秒で、まあ、結果として、まあ、合計時間は変更後の方が長いので強化かなと。これがサチンキトリックスターの固有パーク、3つのうちの2つが強化と。でリー・ユンジンの固有パークも調整入ります。まず1つ目、大ヒット。これは、殺人鬼に板を当ててひるませるの成功すると、そこから加速効果が出てピューンって早く逃げれるみたいなやつ、大ヒット。あれね、迅速効果、要は足が速くなってる時間を3秒から4秒に変更と、はい、1秒長くなります。まあ、強いよね1秒でもね。でさらに、自己防衛、これは、自分の近くで生存者が殴られる、他生存者が殴られると自分の足跡が残らなくなる、10秒間ぐらい残らなくなるみたいな感じかな、そんな感じの効果だったと思うんだけど、まあ足跡だけじゃなくて血痕やうめき声も出なくなるようになると、はい、これ強いね。足跡と血痕とうめき声が全部消えるって強いよね、数十秒だけどね、うん、っていうような感じで、まあ、これが今回公式から出てた、まあ、次のチャプターの調整内容の情報をちょっとだけ出てたんだけど、まあ、もちろんこれらが次のアップデートの全容ではないんですけれども、まあ、先ほども言ったように怖いのが主なものをって言ってるので、トリックスターね、さっき言った強化内容だけじゃぶっちゃけまだまだ雑魚なんだけど、これにさらに強化が入るのかどうなのかっていうのが結構重要で非常に不安ですけれども、まあ、正式実装時にはもっとなんか強くなっててほしいなと思います。今のままじゃマジでやばいんじゃないかな。デフォルトで1回反射とか、なんか投げナイフの命中精度上げるとか、なんかうまくしてくれればいいんですけどね、ちょっとそこは不安です。不安と期待と、はい、ってな感じです。はい、もう来週ぐらいじゃないかな、多分僕は23、24あたりにアップデートが来るんじゃないかなと思ってるんですけれども、まだ公式から情報出てないんで何とも言えませんが、まあ、今月中の水曜日にアップデートが来るのは間違いないので、まあ皆さん楽しみに待ちましょう。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。